太陽神の正体に気づいた読者の反応集。ではどうぞ。しのぶさん。しのぶちゃんがリバウンドしてる。新技判明。ちょっとギアフォース前々回は誤植じゃなくて部分的ギアフォースだったのか。やっぱりこれ訂正なかったから誤植じゃなかったんだ。それにしてもギアフォースもギアフィクスも体力消費が激しいからこういう省エネモード編み出せたのは良かったね。便利やね。太陽神女の骨折終了のお知らせ。黒ひげじゃないけど黒ひげっぽいやつ来たな。あんたそんなオタク気質だったのか。扉絵ではもうちょいクール系に見えたのに。女の子巨人ならまだいいかと思ったけどこいつに着替えさせられたナミさんかわいそうだな。ここやばいね。最初は新鮮でおもろかったけどあたりからもうお前いいよ黙れよの気持ちが勝ってきた。こいつ一応は味方なのマジ。ドクロ爆発腐って爆発草なの。爆発そうじゃなくて。ナミタソ設計図すぐ覚えるなんてさすがオセル。いやーとも感性的にはだいぶきつい話だった。バルトロメオみたいなタイプか。あくまで拙者とか微妙に昔の言葉使ってるタイプなら微笑ましいが最近の言葉まで入ってるから有効に追いつこうとしてる感じがなんかきついな。デフフって笑い方オタクのデフフって感じでなんか嫌だな。なんかすごく見慣れた感じの人やら言葉やらが画面の中に。なんだ鏡か。太陽神知ってるやつで笑った。確かにどんなキャラかは知らなかったけど随分と濃いなぁ。やっぱルフィのこういうところ好きだわ。オタクに優しいルフィは存在する。どん。その気遣いは数秒後には。一人小説者なのなんで侍っぽくしてるんだろうと思ったけど笑い方がデフでこれ侍じゃなくてオタクキャラだわってわかった。現代語っていうか現実語みたいなのが出てるんですけど。デフフは古のオタクなのよ。オタクだと思ってたら本当にオタクで草生えたタソよりはかなり煮詰まってませんかね。オセルとか神回とか若いな太陽神とオダッチマータソは古いけども。部分的なギアフォースむしろなんで今までやらなかったのか。できなかったんでない？大技より出力調整してコントロールする方が難しいってやつ。セカンドの構え感覚も2年かかったし内部でのコントロール難しいとかありそう。2みたいに使いこなしてきてていいね。正直もうあまり作中で見る機会ないと思ってたから使ってくれるのは嬉しい。ギア後に覚醒したからなのか。それとも強くなった結果なのか。ガチオタ感やべえな。どっちかというとやべえオタク気質かもしれん。何か即座というかこんだけサイズ差あってもちゃんと女の子として認識するんだな。我らが漫画にいてキャラと絡んでて恥ずかしかったぞ。新居生組全員が納得してたわけじゃないのね。スタン戦は間違いなく三世組だろうけど。いたなこいつ久々に出てきてほしいな。デフフで笑ってしまったオタクキャラか。書き文字のデフフ笑いシュールで好き。まあオダッチは妹萌えを独自に描こうとしたし、これもオダッチ流のオタクを描こうとしてるんじゃね。オダッチは、案外、ネットを見てる目をそらしながら。こんな巨人いたっけ？って思ってたらいたわ。そういえばこいつだけキャラ分かってなかったなって入るでん。ドレスローザで教頭からの古文杯スタン戦。シャボンディ諸島で奴隷にされかけてたのを実質助けられるヒルダ。ビッグマムの階層で幼い頃が登場ゴールドバーグ。ベガパンクの階層でハイルデンたちとお腹の書物のサルベージに参加。ヒルダじゃなくてゲルズだったすまん。一応キャラというか年齢だけははっきりしてるんだよな。リンリンがまだエルバフにいた頃にロキ王子と同じ年に生まれたという言及はあるから。だから巨兵の中では一番若手ではある。表紙絵連載に出てた人？箱庭の住民たちは洗脳とか気づいてないんじゃなく異太陽神に付き合わされてたんだね。こいつ後でドリーブロギーにボッコボコにされない？大丈夫？まあ恩を仇で返してるようなもんだからおそらく。グングニル案件。ドリブロよりも先にハイルデンとスタン戦に殴られそう。人空巨大生物と人間を同じ檻に入れて飼うな。お腹の本引き上げた中にいたっけ？ハイルディン、ゲルズ、ゴールドバーグはいたけど、
ロードはいなかったはず。お前らいつ画面の中に入れるようになったんだよ。国民も逃げ出したかったって描写あったね。オタ巨人味方になったらかっこよく見えるタイプなんだろうなって思う。ロード、クールキャラの2番手かと思いきやまさかのオタクキャラなのか。読者の共感性周期心は大丈夫だろうか。おめえかよ、なんか太陽神に親近感湧いてきましたぞ。ふっふっふ、つかぬぼう。ちなみにこいつだけ声優がまだついてない。日本に生まれてよかった。海外で生まれてたら太陽神のセリフのニュアンス全然理解できなかった。そういえばそうだな、あっちだとどう翻訳されるんだろう。海外のオタクアカウント見てるとあっちはあっちでオタクっぽい言い回しみたいなものが多分ある。エッグヘッドからナミとゼウスのコンビがだいぶ好きになったから今回のも嬉しい相棒らしくなってる。ナミさん押せるのは共感したけど脱がしたのはゆる30万ベリー払えよてめえ。エルバフがプラスチックやらなんやらを使える想像以上にクッソ高度な技術がある現地民族第一号がまさかの大戦団の一員。戦車は多分巨人族と巨大な王国の技術のなんやらって感じで曖昧に開示される程度かなと思う反面、後者は大戦団が起こす一大事件とエルバフ編がスムーズに繋がると解釈してよろしいかをダッチワクワクしてきたぞ。そりゃ巨人族って種族上船長は納得しても船員の中にはチビ人間の参加になるのに納得いかないやつもいるわな。頼むエルバフであってくれ、頼むエルバフであってくれ、頼むエルバフであってくれ。サンジの蹴りエフェクトが派手派手で良きでござるな。こりゃあ参ったね。サニーモとサラエル鳥がいるの恐ろしいな。ちょっとギアフォースでギアフォースの欠点体と覇気の消耗を克服したけども、ウバウンドマンとかスネークマンは使われんくなるのかな。そもそもギアフォース開発したのって大きくなるフィジカル強化とゴムと武装の防御面強化だから攻撃に転用する意味あんまりないんだよね。これからはちょっとギアフォース使いつつ困ったら切り札のギアフィクスで片付ける戦闘方式が主流かな。ギアフォースで様子見てどうしてもって時は覚醒でもじゃない。デッフ笑いで、あっこいつイニシエのオタクだって気づいてから爆笑しながら読み進めてたんだけど、共感性周期出るやついたのか。よっぽどオタク仕草が身についてるんだな。ロードのエヴァ以前のオタクっぽさ。巨人族は寿命が一般人類の3倍長いから、リアル人類がとっくに通過した振る舞いが未だ温存されてるのかもしれない。次回ハイルディンと再会かな。部下が4校と幹部さらって脱がして着せ替えてお人形ごっこしてましたとか切腹もんだろ。そういやいんのかな。あいつら部下一人残ってるけど、正直あいつムカつく。のコマの涙そかわいいでござるな。デッフ飼われてる人間が逃げたがって、しやっぱ偽太陽神ロードに新太陽神ニカが天柱下して人民を解放する構図になったな。天柱くらわしたのはどちらかというと波では。こいつ波さんの裸見てるのかってなる。今日からワンピカテでイニシエのオタク公文が流行るかもしれない。推しが尊いでござる。デッフやだ、新挙兵の中でも服装が洋装スーツ系でバイキングっぽくない。留置場勝手に箱庭改造言動から長年やってそう。侍口調はどこで影響受けたのか。ルフとかでも忍者は知ってる。なんなんだこいつ。新挙兵海賊団のロードがここまで出番もらえたということは、俺の愛しのゲルズタソが出番あるのほぼ確定か。デフデフデフフ、そこはゲルタソでは波にねちっこい性欲向けてるの。さすがにきつい。ここから株上がる可能性もなくはないけど、第一印象最悪だわな。雷像とか忍とかバンダーデッケンみたいなずらしすぎ系なキャラの匂いがするな。ここの子まで今の場所はエルバフだってほぼ確定なんじゃないですかね。デッフ忘れてた、こいつと会話させたいな。巨人族用の誘致場、個人的趣味のためにここまで改造した男オタク極めてるな。用の全力ファンボーイバルトロメオとねっちょり中にナードなロード、変なオタクに好かれるな一味。あれこれ3週連続では進んでないのでは。最近内容がつまらなくなってる。言われてるの真面目に実感する。かいやわ、用語
派も内容に関して論理的に反論できないからね。グダグダ配信終了からずっとアンチのアンチばかり。アニメ尺稼ぎ用の島突入テンプレ展開だぞ。しばらく止まるようだけど実際サクッと済ませればいい程度の因縁で1ヶ月経過はいろいろしんどい。これが導入でここから面白い話が始まるにしてもさすがに2週もかける内容ではないと思うかな。ワンピースってこんなもんじゃなかった？初期の頃だったら3週あればゾロ仲間にし終わってる。初期から何回繰り返すのこれってのもある島ごとに細かいフレーバーこそ違えど、一味バラバラ、とりあえず何も考えず冒険、現地の乗り物確保、最後に必殺技ドーンって展開自体に飽きたいつものワンパターンじゃん。編集から引き伸ばせって言われてやむを得ず作ったような内容。今週もまた1ページも読まなくていいわでくさ。アニメ半年休みだからさらに引き伸ばしひどくなるぞ怖いか。来週4週連続では進んでないじゃないか。またこうなるやろな。話は進んでいる。巨人族やエルバフの展開とは違う感じなのか。これでもエルバフの最終章なのよって印象。結局幻覚が見える酒みたいなのは何もなかったんかい。考察勢を打算にもて遊ばれててくさ。現在で回ってる改良版なんだろう。ルフィって強いの？弱いの？よくわからなくなってきた。最強の生物であるカイドウを倒して四皇にまでなったんだから、小ボス以外は秒殺してほしい。力が強かろうが知性が弱いとたやすく翻弄される。真正面からの攻撃には強いけど絡めてには弱い感じ。多分ミスゴールデンウィークみたいな暗示使いには滅法弱い。幻獣種に幻術使えるのがあったら天敵になり得る。黒ひげのラフィットは催眠術使えるそうだし危険やね。ガーリング星やドラゴン、黒ひげの動向が見たい。ここ数週間で一番めちゃくちゃつまらんかいじゃね。自分が世界情勢見たいからつまらないのか、世界情勢気にならないで読んでる人たちは楽しんでるのかな。人形遊びしてるキャラがエルバフ編の重要人物ならまだマシだけど話が遅すぎて。過去に何度も見たもの書かれて面白いでしょってならねえからな。救済多すぎてついにアニメ本編中断になったんだから、小田先生は終わらせる努力をするべき。エルバフ編まだ3は現実で1ヶ月だけど6に進んでないのはダメだと思う。小田先生は多忙睡眠時間数時間のタイムスケジュール公開済みでもうすぐ50歳なんだから危機感を持ってほしい。ベルセルクみたいにならずにちゃんと最終回が見たい。アニメ本編中断はアニメ制作側の責任だろ。原作に追いついちゃうから一旦中断って他のアニメもやってるのにアニメ制作が悪い。って君。ワンピースの原作人気だから便乗してアニメ作ったら売れるわ。脚本不要だから小田先生感を寒してください。漫画家が漫画描く以外の仕事を忘れすぎて体壊しました。救済多くなってアニメ用の脚本足りません。キューン。アニメ側の自業自得やな。追いついちゃったから中断はよくあるし別にどうでもいいよ。本業がジャンプなのに他のことで忙しくて救済まみれなのが問題だよ。映画はいい加減やめた方がいいと思うんだけど結果出しちゃうからな。原作感を挟む前と後であれだけ差があるんだからな。そりゃこう出すわ。展開遅いぞってのはわかるけどアニメに合わせろってのはさすがに無理あるわ。だいたい通年でやるのはナルトとかブリーチとか昔のオリスト入れて引き伸ばす流れ前提であって昨今の原作通りの風潮でやるのはそもそも厳しい。オリスト入れないならヒロアカや呪術みたいに霧のいいところまでで一気に切って分けてアニメ化するか今回みたいに中断して以前のエピソード流すしかない。ギアフォーストさん誤植してるとか言ってたやつら息しとる？いやあれは指摘されてもしょうがない。前回もちょっとギアフォースってやってたらよかったと思う。わかりづらかったから今回付け足したんだろう。ギアフォースって言っただけではなく、技名がゾウムチエレファントウィップだから、誤植説に信憑性があったんだよね。無知で申し訳ないけどギアフォースにゾウエレファント系列の技ってあったっけ？エレファントって名前の技はギアさんで覇気を転ったやつのはずだからなかった。今回のちょっとギアフォースはコングガンだったか
からやっぱり5色だと思う。なんなんすかこのあからさまなしょうもない引き伸ばしはさ、地上波で R エンディング見た後だけあって虚無感半端ねえな。1日ワンピース体験楽しんだようで何より、もうフェーズ的に新キャラだの新しい土地探索だのしてる場合じゃないと思うんだけど。うるせえ、俺は冒険がしたい。ドン、エルバフ編の最初がこいつってなんか嫌だわ。 TRPG とか好きそう。デカルフィって海賊王にこだわってるがそれ全く自由じゃないよね。太陽神、モブのジェネシスとかよ。スケダンに帰りな。太陽神がブサイク男とかそういうずらし入らない。正直オタクなのはまあいいから真っ当なイケメンか美女であって欲しかったな。世のオタクのイメージ通りじゃねえか。世のオタクのイメージ通りのやつが太陽神なのは嫌だって話してんだろ。どんだけ文章読む気からねえんだよ。どう考えたって自称太陽神なだけだろ。レゴで人形遊び、ござる語尾からのオタクはむしろ順当じゃないか。このコッテコテのフルオタクキャラが本気でウケると思っているのだろうか。なんでこうワンピースのキャラは変な方向にずらしたがるんだ。世の中いろんな人種がいるからな。剣も麗しいキャラだけが世の全てじゃねえというスタンスは好きよ。扉への忍さんを見つつロキとか出すのかなと思ってたら半モブみたいなポジションのやつで困惑した。最終章なのに兄折の妻ランカイレベルなのは草。今回も面白かった。次回も楽しみ。こいつアーニャの偽物アーニャ。最近のワンピースつまらないから嫌い。自分の感想は自分の口で言いなよ。こんなのにアーニャ引き合いに出さないでよ。自分の感想は自分の口で言いなよって言わないのなんで。アーニャの名前出してないしアーニャネタだと思わんかったわ。思いっきりアーニャの名前語って根がこねってるんだからやめろって言われるに決まってるだろ。次回もワクワク。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になった人気の漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。